サテンさんたら面白がっちゃって、別に好きで作ったわけじゃないんだから、ただの俺よ俺。でもどうせあいつのことだから、自分のために戦ったんだ、お礼されることなんかしてねえよとか言うだろうし、野暮なのかな。いやいやいや、でもその理屈なら筋を通すってのも私の勝手だし、っていうか私に手作りさせといて受け取らなかったらただじゃすまない。何がただだって。なんであんたがここにいんのよ。あ、まだ入院中のはずでしょ。いや、入院費もバカにならないし、暇じい思いしてる同居人が日増しに凶暴になってくるしな。ん？つか、お前こそこんなところで何やってんだ。それはひょっとしてまた俺の見舞いに来てくれたのか。なんて。違うわよ。そんな全力で否定しなくても。バカ。あ、いや、お見舞いとかじゃなくて、その今回はいろいろと助けられたから、だからそのありがあり？ああ、自由研究の最中だったのか。夏休みも終わりだもんな。違う！ってか小学生か。邪魔して悪かった。じゃあな、ビリビリ。伊坂美琴。はい。私の名前ビリビリじゃなくて伊坂美琴。いつもいつもいい加減覚えなさいよね。まああんたに言っても無駄かもしんないけどさ。またな、美坂。